こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、C か D ですよね。すいません、これ文末の形を見てですね、あれだって感じになったかと思います。そうです、不可疑問ですよね。でこれパート2でよく見かけるかと思います。で皆さん、意味内容はうんたらかんたらですよねとか、うんたらかんたらだよねという感じで皆さん念押しを表すんですよね。まあですから、スーさんはお肉を食べますよね。でもちろん食べるんだったら、はい、そうです。まあ食べないんだったら、いいえ、食べません。ですから答え方としてはイエスかノーで反応するんですよね。で、あと括弧にはうにゃうにゃとうにゃうにゃを入れ替える。そうです、肯定と否定を入れ替えるんですね。つまりこれ文末が皆さん否定になっておりますので、空中のところが肯定文、まあ選択肢どれも肯定になっておりますので、今のところ OK で、あとはこの文末のところに皆さん合わせますので、 doesn't 現在時制でございますので、過去時制の A が×。例えばこれ doesn't で受けておりますので、皆さん選択肢の D、完了形ではまずいですね。ですから完了形ではなく普通の形をしている B か C か。でもちろん eat でございますので、食べたよー、何よーということですので、他動詞。で皆さん、この空詞の右が目的語おりますよね。ですから選択肢の B、 皆さん受動態にする必要性はございません。よって正解は C で、これで皆さん、スーさんはお肉食べますよねという感じでバッチリ。では画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸4番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただきますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。